奇境、奇境、気境ニューモトオルックスは、何らかの理由で肺の空気が胸行内へ漏れ出し、その空気が肺を圧迫し、肺が外気を取り込めなくなった状態である。多くは、自然気境、原発性自然気境プライマリースポンテーニアス、ニューモトオルックス及び続発性自然気境、接近デリースポンテーニアスニューモトオルックスで、肺胞の一部が濃厚化したもの。 ブラブーラや、胸膜直下にできた、脳胞、ブレブブレブが破れ、吸気が強硬に漏れることで起こる。共通をきっかけに受診することが多い。知名度が低いため、喘息などと勘違いして放置されることもあるが、それほど珍しい病気ではない。年配者の気境は、肺気腫、結核、肺がんなどの基礎疾患に伴う続発性気境が多い。女性の場合は、 子宮内膜症が横隔膜や肺に広がり、月経と共に剥がれ落ちて起こる月経随伴性気境の場合もある。交通事故などによる肋骨骨折が原因となるものや点滴後戦士、気管支鏡検査による合併症、針による肩肺部、胸部などへの磁気侵止などによる外傷性気境もある。静脈や動脈の損傷、血気境を伴う場合は血気境と呼ばれる。 自然気境は背が高く痩せ型で10から20代の若い男性に起こりやすい傾向がある。BMI が20前後の男性では6%程度にブレブの発生が見られた。しかし低身長者、肥満者、年配者、女性が発病することも稀ではない。脳法が発生する原因や破れる原因は明確になっておらず、故に自然気境と呼ばれる。 喫煙や運動、猫背などの姿勢、気圧変化、夏よりも秋から冬にかけての発症が多いなどによって、肺に、強負担がかかったため、成長期の骨の急成長に、肺の成長が間に合わず肺が引き延ばされてしまったため、心的ストレスや、睡眠不足等の生活習慣の悪化のためとも、考えられているが、いずれも確証は得られていない。その他、 マルハン症候群や肺インパ脈管筋腫症、ホモシスチン病症などでも発症率の上昇が認められている。多くは突然発症する。呼吸をしても大きく、息が吸えない、激しい運動をすると呼吸ができなくなるなどの呼吸困難、酸素飽和度の低下、貧脈、動悸、咳などが見られる。発症初期には肩や鎖骨あたりに違和感、 胸痛や背中への鈍痛が見られることがあるが、肺の虚脱が完成すると胸痛はむしろ軽減する。痛みは人によって様々で、全く感じない人もいれば、軽微の気境で激痛を感じる人もいる。自然気境の場合、両方の肺で同時に発症することは稀だが、片方の肺が発症すると、もう一方に負担がかかるので、可能性は少なからずある。 両肺で同時に発症した場合は、酸素が供給されないため危険である。症状が悪化すると、胸部の皮膚に気泡のようなもの、皮下機種が現れることもある。強硬に漏れ出した空気が著しく多く、陽圧になって、体側の肺や心臓を圧迫している状態を、緊張性気胸という。この場合は、血圧低下、ショックをきたし、緊急に強行戦士を行わなければ、 死に至るこれは、心臓はもちろん肺も、血液が体内を一巡するごとに、必ず通る臓器だからである。しかも、肺の毛細血管の管流圧は低いため、血液が肺の毛細血管を通過できなくなる、心臓に戻って来られなくなるということを意味する。本性においては、処置に、時間のかかるドレナージではなく、迅速な選手を行わなければならない。関連して、 右肺よりも心臓に近い左肺の気境が、ショック死などのリスクが高い。緊張性気境による呼吸困難に対し、人工呼吸は近忌である。強硬内圧をさらに上げることになり、肺の巨脱が更新する。緊張性血気境、血境では緊急手術となることもある。共通患者では、自主的疾患へのアプローチを優先しなければならない。具体的には、 下記の6つの疾患がある。他にもチエゼ病や六感神経痛、胸膜炎などがある。基礎疾患のない自然気境でも再発を繰り返す場合がある。体側に起こる場合も多い。再発率の統計は自然治癒、もしくは強行ドレナージ術のみの場合、約50%と非常に高い。強行強化手術の場合5から10%。 開胸手術の場合零点五から三パーセントであり、個人差はあるが、下下手術によって、再発率が劇的に低くなる。一方で閉塞性肺疾患などが基礎にある場合は、さらに難治性となる。治療後もしばらくは、安静を要する。軌道内の大きな圧力変化をもたらす事象、すなわち飛行機への登場、鉄道や自動車、バスでも、峠越えなど、管楽器演奏、 スキューバダイビングなどは事前に医師の元を得ることが望ましい。もちろん、喫煙は厳禁であるし、咳はできるだけ我慢して早めに咳止めを服用する必要がある。1ヶ月程度安定状態が続けば運動も再開できるようになる。気境による術後の死亡は稀であり、緊張性気境を除けば極めて低い0.04%である。一方で、 肺がんや結核などの基礎疾患を持つ重症の続発性気胸では1.2%となっている。過去に肺結核の治療法に気胸が良いとされた時期があり、胸膜空に空気を注入することで人工的に肺を萎縮させる療法があった。逆に結核による気胸の発症例も多かった。現在では脳胸などの危険が伴うため衰退している。人工気術。 気境療法とも言う。15世紀頃のオスマン帝国、中世、トルコで、下界のセレフェディン・サボンジュールが、教皇から空気を吸引する、簡易的な治療を行った記録が残っている。気境の下下手術は、記録が残っている中で、これが、最も古いとされている。1803年には、気境に関する疫学と、その大半は、結核が原因だとする研究が、 フランスの医師ジャニタールトルネ・ライエンレックによって発表された。しかし1932年には結核以外を原因とする自然気境の存在もデンマークの医師ハンス・コアーガードによって発表された。20世紀初頭には気境で縮んだ肺の大きさを可視化するために X 線撮影が用いられるようになった。1941年には外界のタンソンとクランドールによって 気胸の原因となる脳法の切除手術が初めて導入された。この時点で初めて気胸に対する根本的治療が確立された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。